次はワクチンについてです。神戸市は今日、ワクチンの三回目接種を速やかに進めるため。二回目の接種から、六か月が経過している対象者には。接種券がなくても、接種を受け付けると発表しました。接種券なしでの接種が対象となるのは。二回目の接種完了から、六か月以上経過している神戸市民で。神戸市が、大規模接種会場として運用する。 神戸市によりますと2回目接種から6か月以上が経過し接種券の到着を待っている市民は65歳以上が17万人、18歳以上64歳以下が20万人、合わせておよそ37万人いていつ接種券が届くのかといった問い合わせが相次いでいるということです。 オミクロン株の現在、感染が爆発的に拡大する中で,です、ね、そこは現状に柔軟に対応して、できることはもうどんどんしていくということが、まあ、今回の接種券なしでの接種は、専用予約サイトや電話で、あすから予約の受け付けを開始し、今月5日から28日まで実施されます。